はい、どうも、ブリードボーン大好きなキーちゃんです。ボイスを撮ってみました。いつもはね、ボイスを作るやつでね、入れてるんだけど、作るの大変だったんで声でやってみました。今回はね、ドラグーンのゴールドシャード余ったんで、ゴールドを使って何回かね、天地だったり神域行ったんだけど、めっちゃ失敗してイライラするからやめて、ちょっと迷宮より1段階ぐらい難しいやつぐらいでちょっと我慢するかなと思ってルツボ行ってみたら、めっちゃ難しかったんであげました。ちょっとね、でもこんなんでもいけるんだなみたいな、頑張ったちゃんのビルドになってます。っていうか、もうザコは全部無視ですね。ビルド内容はこちら。懐中時計といびつな肉体を持ってきてね、ますね。これね、ちょっとした負けました。はい、ルツボで負けました。相手不動持ちだと負けるからねっていうのをね、参考に作りましたからね。決して不動持ちの相手と戦わないように。やり方はね、このいびつな肉体で HP、 自分 150HP 最初から持ってるんだけど、 HP 分力が、筋力が上がるみたいな。で、筋力が上がるときにアミュレットでカウンターを持ち込んでですね、自分の反射の能力が高くなるみたいな。で、敵に一発殴らせて撃たせて取るみたいな感じですかね。そんな合ってる？激鱗と竜の牙も使いながらだからね、なんか単消費する攻撃を使うと、なんか激鱗が発動して相手になんか無属性なのかな、で攻撃することができますね。これね、一発狙い持ってきてるんで、それを使うと、激鱗使うとね、必ずクリティカルで必ずヒットする、そんな攻撃できますね。さらにカウンターを使うことによってシールド変換を起こせるんで、そうね、1100ぐらい HP があったら3000、4000くらいのシールドがくっついてきますね。なかなか死ににくい構成になってんじゃないかなって思います。あとは、なんでイラテ持ってきたんだろう、いらないじゃん。延長持ってるとね、このカウンター3ターンくらい、嘘、1ターンくらい持つんだけど、3ターン前の、1ターン伸びて2ターンくらいの、なんていうの、発動してますんで。あとは限界突破取ってね、なんかこのカウンター量、シールド変換される量をガンガン上げていっていこうかなって。なんかイベント部屋に入って泉の適当なアイテムじゃないや、永続効果を取ってってるんですけど、なんかおまじないとかテンペストもらっちゃったんだけど、多分使い道はないんだよね。テンペストはちょっと強いかなと思うけど、あんまし使わないかな。この人アルヌートさんからね、シールド変換もう一個もらったんで、よかったねって。激鱗もね、もう一個もらったからね、よかったねって。これね、あとね、テレポートないんだよね。テレポートあれば、ぴょんぴょん飛んでね、戦いで、できるんだけどね。もうちょっとね、めんどくさいんだよね。あ、これこれ、ダイヤモンドダスト取っちゃいました。これ強いよね。これってクリティカルした時に相手になんか、クールダウンいっぱい与えるみたいな。今回は一発狙いついてるんで、自分の使った激鱗が必ずクリティカルで必ずヒットするんで、超いいですね。これね、泉からバーストヒルとかオーバーヒルもらえるんだけど、全然狙ってないんで無視してます。
暑くなってきた。昨日雪がちょろっとだけね、関東でも降ったから寒かったんだけど、今日はただ寒いだけになっちゃった。いやー、新年からずっとやったけどね、すっごい大変。おまじないって何の効果あるんだろう、よくわかんないな。そう、ここでね、なんかね、考古学取っちゃって、レベル33でね、早くも、あ、もうこの挑戦は失敗したかなと思ったんだけど、もういっか、どうせカウンターしかしないし、このまま続けちゃえと思ってね、ガンガン続けてます。これなんだろう、なんか迷ってる？違うね、きっとお茶のおかわりとかしてる。お菓子食べながらとかね、YouTube 見ながらやってるからね、本編のね、音声入れられないんですよね。もりもり食べてるからさ。そう、これを使えばね、大体ね、一発狙い、考古学ついててもまあまあ強いだろうと思ってね。フェニックスかをなんかサクッと倒せるからさ、あ、いけんじゃんいけんじゃんと思ってね、行ってます。天使の羽も取っちゃったから、なんかこう、不意の事故でも、まあ大丈夫なんじゃないかなーなんて。そのレベルが大幅に上がったりもしないし、辛いこともないじゃろって。だいたい、ほら、この買ったスキン、ゴールドだし、なんかついてそうだからいけんじゃないかなって。これね、武器や、なんつうの、吹雪っていう、ハンマーみたいな武器でダイヤモンドダストは絶対譲らないで、それ以外の鎧と装飾品は、あ、何回増えたぞ今。なんだろう。あ、手裏剣投擲もらったんですわ、それは。書いてないわ。まあ、いっか。いや、書こう。後で書きます。ね、でも手裏剣投擲ね、技、技量系のね、スキル何も持ってないからね、何の効果もないんですよね。結構ね、ついてるときはね、いろんな能力、どんどん付与されてね、強くなるんだけどね。まあ、そういうときもありますよね。落ちた国王でも関係なくね、バンバン、この一発狙いでね、戦えますね。ヘルハウンドだろうが何だろうがね。もうあとはね、適当に行って、テレポートをゲットして、運の良さ、まあたまに欲しくなるけどね。テレポートをゲットして、イベント部屋バンバン踏んで、行けばもういいんじゃないかなと思ってます。この激鱗も竜の牙もカウンターもぶん回しもね、もう変える気はないんで。最後天使の羽だけなんか別のものに変えようかなって思ったり。もうカウンターでね、有り余ったね、シールド、かつ自分の体力、HP 分ね、殴れるからバシッとね。これでもうだいぶ強いんじゃないかなと思ってますよ。まあ、あんまシアートいらないんじゃないか。当てることきた。幽体も来た。さっき言ったっけ？幽体取っちゃったらなんだっけと思ったんだけど、これ使う、もらうとさ、パンチ一発食らうと、なんか 18% くらい石化しちゃうんで、6、いやいや、違いますね。7発目で死にます。6発まで耐えられるんで、なんか3回攻撃してくるケルベロスとか怖いし、あとなんか断末魔で死んだ時に必ず一発当ててくるやつ、ランドクローラーとか、なんか断末魔あげるやつが怖いですね。絶叫しちゃうタイプの人は。自爆するやつ。そうならないように、激鱗使いながら、他のスキルを使って、ほんの少し激鱗効果で殴っていくのが一番。こいつね、自爆すんだよね、リビングアーマーって。中何なんだろう。はい、もうこれ以降はね、防具変えるのめんどくさいんで、
このそのまま使っていきますね。武器も防具も。大体同じもの。なんか幽体ついちゃったし、なんかいい効果ないかなと思ってね、試行錯誤するんですけど、特に思いついてないですね。そう、こういうなんかこのイベント部屋でもらえる HP 増える効果をガンガン取ってですね。てかもうこれ取る以外に勝ち目ないんじゃないかなって。HP を増やしてですね、カウンターの効果、たまにこう、不動ついとるやんけ。自分自身に不動がついてる。さっき、なんか、次元の猟犬につけられたっぽいですね。これ逃げ回んないといけない。さ、確認したけど、20ターンほど逃げ回んないといけないんで、1ターン、1部屋入れば1ターン消費するから、まあついてる。ボス部屋行かないようにワープしながら、テレポーテーションで逃げまくって、まあついてる。ついてる。嵐はちょっと欲しいらないね。まあついてる。しつこいな。不動しつこい。消えた。はい。じゃあ殴ります。これね、HP1 万くらいあればね、なんかわかんないけどね。なんか3倍くらいつくのかなと思ったんだけど、カウンターするとね、シールド変換されてね。6万くらいのシールド作りますんで、まあいいでしょ。ってこれね、シールド切る話取ってもね、もう殴られたらね、シールドとかバリア関係なくね、石化するんで、防御力は全く関係ないです。せっかくこのシールド積んで防御固くしてきたようなビルドなのに意味なくてきつい。あ、これですね、あの幽体の石化効果ブラッドアーマーではなんか意味をなしませんって。ブラッドアーマー取ってみたんですけどね、なんかダメージに石化するとき、ほら石化じゃなくてダメージになるかななんて思ったんだけど、そんなことなくてね。だから調子こいていっぱい殴ってくる敵すごく怖いですね。まあでも今回は懐中時計の効果で雑魚敵は全部無視です。端から端まで全部無視。ティターンはね、絶叫とかなんか、まあ、断末も上げないからね。バリアもらってもな。いつかこの石化効果を逆手に取って戦ってみたいな。これね、なんかちょっと使える能力ないかなと思って、ね、スキル選んでますね。もうこの辺ぐらいまで来たらね、やけくそです。相手に殴らせないようにしてですね、テンペスト持ってるし、ここでテンペスト生きるとは思わなかったですね。自分レベル33なのに、もうボスのレベルガンガン上がってきて、今200まで上がってきちゃったから、どうしよっかな、みたいな。バリア貫通できないからちょっとイライラしますね。ここでやっと観察取れたのか。ランドクローラーがね、最後ね、断末魔あげるんですよね。天地の実も本来だったら欲しいんですけどね。カウンターの効果がすっごい上がりそう。ああ、迷ってますね。結構迷って。新しいスキル欲しいなと思ってるけど、なんもない。あと、防具も全然強くならない。泉に潜むものがね、結構このクラゲちゃん苦手なんだよね。逃げ足ばっか速くなってる。そんなわけでね、おすすめビルドはこんな感じですね。もう防具も装飾品もひたすら HP だけ上げて、あとは、まあ、懐中時計なくてもよかったかもね。まあ、雑魚と戦いたくなかったんで、もうすっごいイライラしてたから。あとはボス部屋の時に、ね、入んない方がいいのは、あの結界のある部屋ですね。これ不動みたいな効果なんで、あの
カウンターでシール変換したくてもできないから、なんかちょっとイラッとしますし、あとなんか同乗部屋は入んない方がいいですね。こっちの反射がつかないから、せっかく反射を高めてなんか敵に一発殴らせて勝てるビルドを最初構成したのに、もうなんか変更されちゃったからね。途中からね、この優待取っちゃったあたりから変わってるんですけど、戦い方が、テンペスト取ったあたりから変わってるんですけど、戦い方がね、なんていうか、激輪使って竜の牙使ってカウンターだけやる。これを連続して繰り返すっていうだけの戦いになってます。激輪様々、この人に頼って生きてます。で、そしたら結構いけるじゃないですかね。10万とか、なんか、もうちょっと高い敵でも HP なんか削り切れちゃうんで、頑張れ頑張れ。あ、限界突破来た。これいくらね、装備品リロールしてもね、HP 低い、レベル低いからね、いいものに変わってくれないですね。で、やたらスコップ見つかる。ドラグーンってスコップ色なのか。まあ、結果から言うとね、ルッツボはクリアしました。なんか変な顔の骸骨みたいなやつ倒して。第8断片、なんだろうこれ。信仰がシルズの味方になる。信仰の能力一個持ってないからね。なんか途中取ればよかったなと思ったけど、ホーリーボルトでもなんかあればすごいダメージ出したんじゃないかなって途中で気づきましたけど。ああ、いい感じですね。激輪選んでもしょうがないんですよね。どうせパンチされたら意味ないから。もう何回も来てるの？ 70 回くらいまで来てるの？すごいね。でも70回でこれだから、まあまあ、ラスボスも大したことないんでしょうね。HP もなんかそんな大した高くないでしょ。もうね、限界突破がね、全部ね、プラス4ぐらいまであればね、まあでもプラス2あれば全然いけたかも。これ装備品の効果で、あ、今75回か。装備品の効果でね、プラス、限界突破プラス2になってますんで、999,999 までシールド増えますね。そこまで増えないけどね。パンチしてるうちに大体死んじゃうし。HP ガンガン上がってくるけどね、12,000。もうね、年末ぐらいからね、何度も魔女やったりとかね、浜屋集めた後ね、ウィークリーをクリアしようと頑張ったけどね、すごい辛いからやってません。いかがかな？スコップ取ってもな。国王 HP いっぱいあるな。これね、無敵取ってもね、無敵だから石化しないかなと思ったけど、石化しますね。これまずいやつ。発見したラボパーツみんな何取ってますかね。あ、王女の銘もらった。あー、もう王女の銘もらったからね、天使の羽使えばさ、一発で倒せる気がするんだよね。ボスだってさ、ウサギさんの頃ね、それで倒してたんだけどね。ウサギさんほんと強かったな。
敵を無視してバンバン王女の命令で無限にある消耗品で倒してたからね。あ、天地の実欲しかったな。限界突破もらえる。あ、怖い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 。 90% まで来ちゃったよ。石化怖いですね。あ、自分ちゃんと戒めてるけど道場部屋のボス部屋には入んないんで。ドラゴンファイヤー普段だったらすごくいいアイテムなんだけどね、今回はちょっと使い道ないですね。だいたいね、一発狙い持ってるのに命中率上げるためのスキルや能力一切ないですからね。ドラゴンファイヤーの使い道ないですね。もう90回くらい？これも落ちた国王357。あー危ない、ジャガン持ちですね。ジャガン持ちの人に殴っちゃうとね、 35% ぐらい石化しちゃうんで、なんか3回殴ると死ぬ。連続攻撃の持ってるスキルを一発放っちゃうと大体死ぬ。なんかミノスケそんな怖くないかなと思ったんだけどね。たまーにミノスケもね、こっち当ててくるんですよね、大振りで。まあ幽体だから6発まで耐えられるけど、5発 ?6 発、うん、まあ5発。まあ何回これ、もう最後の方ですね。もうね、編集してるとね、字がちっちゃくて見えないんですよね。あ、これこれ、社の協定取りました。これ死者の協定あるからさ、石化してもなんとかなんでしょうと思ってたんですが、このね、ヘルハウンドさんがね、ケルベッシュじゃない、ヘルハウンドさんがね、ディスペル使ってきて、こっちのね、反射もね、消すしね、激輪も消すからね、なかなかダメージが増えなくてね、手こずってますね。もうちょいなんだよな。これ結局ね、右側のね、リストのうちのスキルでね、使えたのってね、途中からだけど、いびつな肉体一発狙い、限界突破、幽体、テーポート、それからテンペスト使いましたね。あとダイヤモンドダストなかったらこれクリアできなかったかも。はい、ラスボス。どうでしょうか。もうたまに殴ってますね。ああ、もうね、死者の協定することはなく、もう激輪竜の木はカウンター、激輪竜の木はカウンターで倒しますね。はい、うまくいきました。道中はあったらよかったですね。テンペストとか。なかったらダメだったかも。だからもうちょっとビルド考えた方がいいですね。懐中時計は多分私の精神衛生上欲しかっただけで、普通の人いらないかも。まあまあ、まあまあですね、難しかったです。ラグーン楽勝かなと思ったけどね。皆さん作ってみたビルドがあったら教えてください。70万。1000万、10万、70万くらいですね。スコア全然低いじゃん。もう敵倒してないしね。そんな感じです。面白かったら、なんかコメントとか入れてくださいね。それじゃあ、きんちゃんでした。バイバーイ。